絵法絵法参りは、古来の正月行事の一つ、絵法参りとも書く。1月1日にその年の絵法にある社寺に参拝して、その年の幸福を祈願する。絵法とは、年と神がが在位する方角で、実感に従って毎年変わる。今日ではあまり見られない慣習である。居住地から見て絵法にあたる社寺に参拝するのが、江戸時代までの絵法参りの形であった。明治以後、 都市周辺に鉄道網が発達すると、恵方参りの対象も、郊外、遠方の有名車寺に広がるようになった。競合する鉄道会社間では、元日の三景客を誘引するために宣伝合戦とサービス競争が行われた。こうしたことから、鉄道による郊外、遠方の有名車寺への恵方参りは成功を見せる。しかし、年ごとに変わる恵方に対して、 方角に関係のない初詣という言葉が広告によく使われるようになり、大正時代以後は初詣が主に使用されるようになった。元日の参拝先を絵法に限定しない初詣の普及に置き換えられる形で絵法参りの慣習は衰退する。年中行事時点 P104,958 年5月23日初版発行にし、 角井商協編東共同出版 ab 平山 p 百六平山ピアニッシモ三十四から三十五平山ピアニッシモ百七から百九平山ピアニッシモ百十四から百十七平山ピアニッシモ百二十九から百三十平山 p 百九平山 p 百十二平山ピアニッシモ百九から百十四百十七から百二十五。 平山、ピアニッシモも125から126、ありがとうございます。